最も旬な俳優の西島秀俊さん。2021年夏に公開された主演映画、ドライブ・マイ・カーが、先日の第94回米アカデミー賞のノミネートで、日本映画として、史上初めて作品賞とほか、計4部門にノミネートされる歴史的な偉業を達成。これまでも、いろんな役を演じてきた西島さん。西島さんの演技から漏れ出してくる男の色気に、ハートをわしづかみにされた女子も多かったことでしょう。そんな西島さんのことが気になって、調べてみることに。西島秀俊さん。1971年3月29日生まれの現在50歳。東京都八王子市生まれ。身長178センチ。血液型は A 型。父母と姉の4人家族でした。偏差値70の東邦中学から高等学校を卒業。高校在学中はバスケットボール部に所属。また、ロックバンドでギターを担当してたそうです。その後、横浜国立大学生産工学部に入学しましたが、幼い頃から映画が好きだった西島さんは、裏方の撮影所スタッフにすごく憧れていたそうです。ところが、19歳の時に、高校の先輩の勧めで受けたオーディションに見事合格し、俳優の道に進むことを決断して、仕事に専念するため、大学を中退したのだそうです。1992年東京アクターズスタジオの第1期生になり、はぐれ刑事純情派5でドラマデビュー。翌年、ドラマ、アスナル白書で、筒井道隆さんが演じる、筧君に恋する同性愛者役で注目を集め、1994年、居酒屋幽霊で映画デビューと、表面上は、順風満帆に見えたのですが、実はそうではなかったのです。というのも、アイドルとして売り出したかった事務所に対し、俳優としてキャリアを積みたかった西島さんとで、決定的なズレが生じてしまい、5年間、民放ドラマへの出演禁止を条件に、事務所を移籍することになります。芸能界って怖いところですね。ですが、西島さんはこれを逆手にとって、映画館に通い続けて、何本も映画を見続け、徹底的に演技の研究をしていたそうです。そうしながら、単館系の映画作品で、演技派俳優としての地位を確立していきました。そして、2002年、大きな転機が訪れます。北野武監督の映画、ドールズで主役の座を獲得。遅咲きの演技派俳優として再ブレイクして、その後も映画やドラマ、CM などで引っ張りだこになっています。ただでさえ、ガチな女性ファンの多い西島さん。彼女たちに言わせれば、西島さんの魅力は、その外見もさることながら、筋肉美もたまらない魅力の一つなんだとか。西島さんは、気痩せしているだけで、脱げば、すごい俳優の一人だとか。もともと、ストイック人間の西島さん。芸能人御用達の高級ジムで、週3回、3時間、専属トレーナーをつけて、肉体維持に努めているのだそうです。それじゃあ、食事制限もすごいのかと思いきや、なんと、西島さんは根っからの甘党で、撮影現場には、自ら選んだ30種類以上のスイーツと、それらに合わせたコーヒーを持ち込み、スタッフや共演者に振る舞っていることから、誰とはなしに西島カフェと呼ばれることに。スイーツとコーヒーと西島さん、至高のカフェではないでしょうか。しかし、2015年、巷の西島ファンの女性たちに、衝撃的な知らせがもたらされたのです。それは、結婚。何よりも西島女子を驚かせたのは、意外にも西島さんが相手に突きつけていた、結婚するための7か条でした。それがあまりにも彼女たちの想像を、はるかに超える厳しさだったことが、話題ともなりました。改めて、そんな条件を飲んでまで、結婚した人ってどんな方だったのか。そこには、とんでもない噂があったのです。西島秀俊さん。2015年、俳優としての大ブレイクの最中に、16歳も
年下の一般女性と結婚を発表し、当時、西島さんに夢中だった女性ファンたちは、明日は会社休みます。もう生きていける気がしない。などと、西島ロス現象を巻き起こしたことでも話題となりました。しかし、16歳も年上なのだから、さぞかし、彼女に対しても相当に優しく、余裕の包容力で結婚を決めたんだろうな。と思いきや、蓋を開けてみると、あれだめ。これするな。これは我慢しろ。と、理不尽とも感じるほどの七か条だったことがわかり、西島さんとの結婚を夢見ていた西島女子は、妄想の中での理想とのギャップにも苦しみ、しかし、逆に言えば、そんな七か条をきっちり守っていた彼女に対しては、すごすぎる。プロ彼女と西島ファンの女子たちからは嫉妬どころか、称賛の声が上がり、結果的にはファンからも祝福される結婚になった、ということになっているのですが、しかし、実は、それらはすべて、そのプロ彼女と呼ばれた今の妻の仕組んだ作戦だったのでは?という疑惑が持ち上がったのも確か。というのも、とある情報では、まず、そのなんたら七か条というのが、実は、デマの可能性が高いのだそうです。なぜそんなことを?と思って調べてみると、西島さんの妻はもともと、自動車メーカーで、イベントコンパニオンをしていたのですが、西島さんは、不遇の時代を過ごしたこともあり、仕事にもありえないほどストイックで、恋愛スキャンダルなどはもってのほか、最新の注意を払っていたにもかかわらず、今の奥さんとあっさりフライデーされてしまい、西島さんを知る関係者らも驚いたほどで、よくよく調べてみると、西島さんとどうしても結婚したかった彼女が、独自のルートを使って情報漏洩させ、交際が明るみになったことを利用して、結婚へ持ち込もうとしたのではと言われ、実際、フライデーのスクープの後には、彼女が自主的に契約解除を申し出ていたらしく、最終的に西島さんとのことで仕事がなくなった。ということにしておけば、確かに西島さんなら、責任を取っても不思議ではない。というのが一説のようです。もちろん、多くの西島女子を味方につけるために、マスコミを利用して、あの、西島式結婚七か条なるものを、突きつけられていた。というデマを流し、したたかな裏工作までして、誰からも祝福される結婚を、すんなり手に入れた、というのがからくりだったというのです。とはいえ、西島さんほどの頭脳明晰な方が、そんな作戦でやすやすと落ちるはずもなく、全くのガセなのかもしれません。頭脳明晰といえば、西島さんのお父様は、京都大学を卒業後に、電機メーカーに就職し、AI 知能の開発に携わっていた技術者だったらしく、東芝の関連子会社の社長を務めていたこともあるそうです。社長の子供ということで、甘やかされてきたのかと思いきや、とても口数が少なく厳格な父親で、ある時、部屋を片付けるよう注意されて、放置したら、2階の窓から捨てられていたそうです。休日もなく仕事ばかりしている父親といった印象しか西島さんにはなく、父親が70歳になった時、今まで出会ってきた人や、その時感じていたことなどが綴られた冊子を渡されてやっと、父が人とのつながりを大切にする人だったことが分かったのだそうです。お母様は専業主婦だったようですが、お姉さんは顔は西島さんに似ているそうで、幼少期は体も大きくて、近所の男の子を追いかけ回すほど、活発な女の子だったのだとか。ですから、西島さんは、西島の弟と呼ばれて、一目置かれていたそうです。また、姉は、海外勤務をすることもあるそうで、いつもエネルギッシュな女性なのだそうです。なるほど、西島家は、やはり優秀な家系だったんですね。そんな西島さんの現在はというと、2016年4月には、長男、2018年10月に次男が誕生して、とても賑やかなんだそうです。
結婚後は代官山の月100万円もする 3LDK のマンションに引っ越したらしいのですが、そんなところに住める西島さんの収入は一体どれくらいなんでしょうか。調べてみると、ドラマや映画、CM に引っ張りだこの西島さんの年商はおよそ3億円以上あると言われていて、西島さん個人の年収は1億円はくだらないらしいのです。いかがでしたか？あなたは西島さんのことをどう思いますか？自らを遅咲きの演技派俳優という西島さん。まだ始まったばかりの西島劇場を、これからも応援していきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。